岡田さんが初めて起こったのが2004年6月でした。セカンドゴロ、ダブルプレーか。ああ、ショート落とした。だが塁審の判定はアウト。思わずテレビの解説者も、ヤギは、ああ、セーフ、セーフ、ジャッジに指揮官飛び出した。腰が重いと言われた岡田監督が決勝を変えて猛抗議。その怒りの全てを負った。広島のショートシーツのこの落球、ダブルプレーの流れの中で起きた。セーフの判定ならこの後トラは得点していた可能性が高い。岡田監督激しく抗議する。元近鉄監督の佐々木氏も、これは出ますね。これは出ますよ、あちょっとひどいひどい。これは大違いですからね、アウトセーフ。食い下がるコーチ陣、別の審判が割って入る。だが杉永塁審は、名二塁手でもあった指揮官、なおも食い下がるだけの確信があった。だが判定は覆らなかった。結局1点差の負け。最後までのしかかった微妙な判定、それでも指揮官が激しい怒りを見せたことは次へのエネルギーになると信じたい。その10日後、さらなる怒りが渦巻きます。0-0、稀に見る死闘はどこまで続くのか。そして延長11回表、問題の場面が訪れる。藤本セカンドゴロ。その時一塁走者沖原と巨人のセカンド西が交錯した。一旦セーフと判定した二塁塁審小林、巨人西元木がアピール。だが二塁塁審小林は、沖原の守備妨害はないと二塁塁審は認めていた。巨人堀内監督は出てくる。そして審判4人が集まった。そこで意外な言葉が飛び出す。三塁にいた責任審判谷博士が小林塁審の判定を覆した。そして沖原にアウトが宣告される。岡田監督が飛び出した。一度下した判定をひっくり返した審判団に激怒した。抗議は12分間に及んだ。だが結局巨人の言い分が通った。稀に見る死闘に水を差したジャッジ。球団はすぐに連盟への抗議を決めた。だがこの怒り、ナインはグラウンドでぶつけるしかない。